こんにちは、玉井です。こんにちは、熊です。はい、こんにちは。はい。夜の人はこんばんは。それ好きやな。朝の人はおはよう。今回は？今回はですね、儲けたいなら、稼ぎたいなら、自分がその社会に提供できる役割とか、機能っていうのを徹底的に考え抜けっていう、深いテーマですね。深そうで深いテーマです。ほんまにそうよね。いや、ほんまにね、これ大事なマインドセットっていうか、儲けたいに限らずさ。あ、そうです。限らずないけど人ね。生悩んでるとかやったら特に、あ、そう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 。どう生きたいかとか、どう働きたいかまで含めて悩んでたりしたら、よりこういうの重要よね。そうそう。ビジネスの話をすると、まあ、俺らもそうやったけどさ、最初はさ、こう、ビジネス力っていうものがないわけやん。まあ知識も初め経てよ験もね。ないやん。コネも人脈もないやん。ないね。ビジドを卒業する段階やからそう、ね。ビジネス童貞なわけでさ。そう。で、そういう時って、こう、もう、どう稼ごうかみたいな、稼ぎ方勉強するし、まずいきなりそこから入るよね。そう。で、何のビジネスやろうかなっていうのも、儲かるものを探すし、で、ビジネス始め、あ、これやろうってなって始めても、じゃあ、儲けるためには、みたいな、もっと儲けるためにはどうしたらいいかっていう、で、それは悪いことじゃないけど、その視点だけで、こう、実践していくやん。そうやってうまくいかんわけでさ、で、その視点が、なんていうか、反対やから、まあ、社会に提供できる役割を考えましょうみたいなのと真逆やから、自分がいかにもらうか、奪うかを考えるのと、いかに自分が何を与えられるかは逆やん、ベクトルが、向きが。だからその視点が逆やから、結果出てないっていうパターン結構あって。仮に結果出た、まあ稼げるようになったとしても、俺これ一生続けんのかなとかなったりして、逆にもっと悩むみたいな。そうそうそう、儲かったで悩むねん。何してんねん、全然おもんないなってなるから、そうだ、儲かってなくても儲かっててもなんか踏ん詰まる結果に落ちるのは、ほんまに自分のやりたいことじゃないけどさ、徹底的に考え抜いたっていう、そのフェーズを経てないから。そう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 。で、俺らは割とそのフェーズを経てなくて、何年も悩まされてきたからこそ、だから言いマたジいんだで4年ぐらい悩んだ。けど。悩んだね。それで自己啓発本に走ったりしたわけやからね。走ったりもね、そう。したね。そうそうそう。だからでも、やっぱその人の役に立ちたいとかさ、俺はどうなりたいみたいな、別に野心みたいなの持つことはいいんやけど、世の中で自分はこの立場で、とかこのポジションで周りにこう貢献するんやとか、機能していくんやっていうさ、したいっていう欲求ってあるやん。あるね。それとビジネスっていうのがやっぱ分離してると、ビジネスが楽しくなくなって、なんかモチベーション下がって、結果出なくてっていう。でね、それに関してもう一個トラップがあってさ、じゃあ自分のなんか一番貢献したい方法で仕事できたら一番稼げるなっていうので、安直にはまるトラップが、じゃあ自分の好きなこととか得意なことをお仕事にしたらいいんかみたいなのあるやんか。これもね、全然考えてなくて、何かっていうと、まあ、俺がそのトラップにはまりまくって4年過ごした実際の人なんですけど、例え ばさ、実際の人。これ あ、いいけど、じゃあ俺が余計なこと言うたけどね。ボキャブラリー。例えば、自分、語学とか好きでさ、英語とか、今、フランス語を勉強してるんですけど、フランス語とか好きなんですけど、じゃあ、それ仕事にしたらええんかってなってさ、何も考えてないやんか、それって。で、何も考えへんまま、じゃあ、それ仕事にしたら、なんか、自分の価値提供できるんかってなって、なんか、英語とかフランス語を仕事やから、まあ、教える先生かな、みたいなのになったりしたら、いきなり死ぬほど思んなくなったりするわけよね。ああ、だから英語自体を面白くなくなってしそまうってことう、ね。もう、英語も嫌いなんかなって逆に思ってくるぐらい。ああ、商売にしてしまったことによる、そうこう、そうそう、弊そ害とれっいうか。て何かっていうと、英語まではいいけど、その先、その英語を使ってどういうニュアンスでというかさ、どういう働き方っていうところを掘り下げてないから、もうなんか先生しかもつかんから先生かなっつって言ったら、やっぱそういう人に教えるとかじゃないなとかなったりしてさ、すぐ詰まったりみたいな。そういうジャンルを決めたら、好きなことってやったら何でもええんかっていう、そういう問題でもないやん。で、ただ情報発信でもそうやねんけど、やっぱその好きなこととかをさ、まあ好きなこととか得意なことを発信して、コンテンツ売ったりコミュニティ作ったりしていきましょうなわけやん。
ってなった時に、そのやっぱりこう自分で発信してくると、そのジャンルに対してのなんていうかな、思いとかこだわりとかっていうのあるやん。うんうん、でもっとこう言うと自意識とかさっていうのが入ってきて、うん、でそれが原因で結果出てない人って結構おって。はいはいはい。どういうことかっていうと、なんか例えばトマベチがその言ってて、むっちゃあトマベチってトマベチヒデとねが言ってて、まあ俺が割と昔からずっと言うてる、好きやから言うてる人やけど、でその通りやなと思ったのが、そのビジネスっていうのをその客観的なゲームとして捉えなさいって言ってて、まさにそうやなと思ったんやけど、どういうことかって言ったら、その上半身してる人とかはそういう、こう自意識とかこだわりとか、もっとさっき言ったそのもっと俺金稼ぎたいんやみたいな、そういう視点でやるやん。でもそれって全然儲からへんねん、当たり前やけど。自分は俺がこれは好きやからとか、こんなことを伝えたいからとかっていうことが先行してて、全然世の中のためになってない。だビジネスの視点じゃないねん。で俺がこうやりたいねん、これを伝えないたいねんってのってさ、別に世の中のさ、その世の中とか市場とかお客さんからしたら関係ないやん。まあもう分かりやすく言ったらニーズに合ってない、ニーズに合ってないね。結局だから、その買ってよかったかどうかとか買うかどうか決めるのは、じゃあコスト以上のリターンがあるかどうかであって、その価値っていうのをさ認めてもらわないと買ってもらえないわけでさ、ニーズも生まれないわけでさ、うん、だから結局そういう自分に自分に視点が向いてて、でそれで結果うまくいかないっていうパターンっていうのがあるから、だからやっぱトマビチが言ってたように、まず客観的なゲームと捉えた上で、でもゲームっていうとすごいさ、なんていうか冷たい感じするけど、ゲームと捉えた上でその稼ぎ方をどうこうって考えるんじゃなくて、さっき言った最初に言ったその社会提供できる機能とか、自分がね上手に提供できる役割とかっていうのを考えようっていう。確かに確かに。そうそう。だそれが情報発信ビジネスでいうコンセプト作りですよっていう。そうだね。ことだね。それ一致させた方がいいよね。あまりにもその市場とかみんなが求めてるものに合わせすぎてもちょっとちゃうのになとかってなったら、それはそれで楽しくないから。そうそう。迎合する必要はないねんけど。だからそこよく俺らがなんかハミラジとかでも言う働き方とね、うんうん、人生一致させるじゃないけど、うんうん、統合させるみたいな言い方するんですけど、うんうんうん、もうその統合させるために死ぬほどノートにね、昔のこととか書きまくったり、好きなこと書きまくったり、やりたいこと書きまくったりみたいな、ああワークをしたりするわけやけど、そうそう、別にそんな、それで徹底的に、だ徹底的に考え抜けっていうのがやっぱポイントで、別に、まあ、上半身で言ったらコンセプト作りやけど、血入れるくらいね、そう、でも何ヶ月かかってもいいのよ。うん、うん、それぐらい時間かけて徹底的にやるものであって、上半身で言ったらそのコンセプトって結局8割以上コンセプトで決まるから、で自分がどう働くか、その仕事との距離感というか向き合い方みたいなところっていうのもしっかり軸持ってなかったら、やっぱりすぐ途中で諦めたりとかやめたりとか面白くなくなったりするから、そういう意味での準備みたいなものっていうのは別に何ヶ月かけても俺はいいと思ってるし。確かに、うん、我々その何年も悩んでてさ、うん、うっすらとあったけどずっと探し続けて、結局ずっとしっくりきたの2016年ぐらいとかやん。うん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 。会社作って4年経っとるからね、もうそれね。うん、そうそう。4年間何してたね。4年間ずっと死ぬほど探し続けてた。してたよ、うん。たまにホテルに一人でこもったりしてさ、旅館に、うん、死ぬほどノートに書きたくってみたいな。うん、自己啓発本も読むし。1000冊読むし、その音声取ったけど、俺は俺でなんか自分の家、自分の部屋に家庭用テント買って、そのテントの中で引きこもったりもするし、それぐらい徹底的に考え抜いた、うん、で逆に見つけてからさ、なんかそういう抽象的なものを、うんうん、まあ自分の場合その日本でビジネスやってたとか、今セネガルでビジネスやってるとか、うん、まあ、こうやってハミラジで話してるとかっていろいろ活動自体は変わったりしてるけど、うん、コンセプト自体はもうはっきりしてるから1ミリもブレへんよね、うん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 、その見つけてから3年間ずっと。だからそう、だからそれはすごいありがたい話で、ありがて、あの感謝します。ありがとうございます。ありがとうございます。あのそういうさ、すげえ抽象的なというかさ、こう、うんうん、深いというか内側のさ、なんていうの、うん、悩みというか、こうぼんやりしてる、うん、しっくりこないみたいな、うん、そういうのってさ辛いやん、そこ悩むの、ね、何やっててもすげえエネルギーが 100% じゃないっていう、うん、なんかこう明るくないというか、カラッとしてないというか、うん、もやもやしてるみたいな、 その開けてない感みたいなのって、その期間ってすげえ辛いんだけど、うんうん、そう、それを経て減るとそういう抽象的な悩みっていうのなくなるから、マジでなくなります。なくなったらめっちゃ楽やでっていう。楽です。ありがとうございます。感謝します。儲かります。儲かります。
儲かってます。そう。だから、はい、そこ、まあ、そこをでも、やっぱ結局考え抜くっていう、うん、もんやっていうことを知らんし、うん、そんな、言うたら。確かに確かに。考え抜いていいんだぜっていうね。そう。時間かけていいんだぜってさ。我々4年かかったけど、うん、だから数ヶ月かかるとかは余裕で OK だぜ、うん、で考え抜いていいんやでって言ってくれたら4年もかかってないもんだって。確かに確かに。3ヶ月ぐらい言ってきたやん普通に3年9ヶ月損しちゃ意味なかったやん。確かに考え抜いてる時間ってあかんのかなみたいなやっぱ思ってたもん。そう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 。誰か言えよ、ね、考えてる暇あったら行動せとかみんな言うてくるなとか言うので邪魔されてたもん、ね、意識高い系のやつに足引っ張られるし人のせいにしてそいつら順調に進みやがってみたいな。もうそうやってもう多席で人のせいにしてね、うん、になるような時期もあるわけやん。でもそうやって悩んでるともうあいつらのせいやみたいな。そう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 。世界この世界が悪いんやってぐらいまで行ってまう時期もあるよね。そうだからその考え抜いていいんですよってことね。考え抜いていいんだぜってその許可が今降りたんでね。そう楽しいやん自分が提供できる機能とか役割を考えるって、うん、だからまあピコって言いなさいな。手始めにね、うん、その温泉とかの旅館とかにね、うん、一人で今はまあとりあえずね あれ予約取ってもらってね、うん、トラベルコちゃんとかでね一泊か二日か取ってもらって一人でこもると、うん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 、ノート一冊持って、うん、で温泉入るとでお酒飲むとで寝るとうで朝チェックアウトして帰るということから始めていただいてもね、うん、いいと思う。いやその要さ奥村は行くやん温泉に。温泉っていうか、ね、旅館に一人で泊まりに行くやんそうやって。ああ何してんの？あのノートにほんまに書きじゃくる。ほんまにやりたいことやりたいニュアンス誰と働きたいかとか、うんうん、これは嫌やとか、うんうん、なんか根っこの部分が出るまで延々ペン持って書き散らかすね。ああ部屋でね。そう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 。タバコ吸いもて。はいはいはい。それだからこうブレインダンプというか。一人作戦会議をね。昔よくやってたわな。昔よくやってた、ね。うん。で俺もそれそそのかされて、俺も影響を受けて、あなるほどな、それやったら確かにめっちゃ進むなって思って、俺も泊まりに行ったりとかしたことあったけど。意識高い系かっこ笑いの私の影響を受けてる。そう。ちょっと俺もかっこ笑いに影響を受けて。かっこ笑い側にねちょっと。そうそう。足踏み入れたり。おすすめのホテルとかだから紹介したらいいんじゃないですか。ああ、あれやん。秋葉原の。山の上のホテルか。うん、山の上ホテル。うん。俺も、そうや。山の上ホテルに俺泊まりに行ったんや、それで。山の上ホテルっていうのが、秋葉原やんな、あれ。水道橋らへんじゃなかったっけ。まあ、そのあたり、うん、うん。にあるんで、そことかおすすめで。うん、あとは、普通に温泉街とかの旅館はいいと思うよ。箱根とか。はい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 。あ、てか一緒に行ったわ、うん、2人で6年ぐらい前にだって行ったやん、群馬栃木県に行ったね。栃木か、うん、行ったやん。日光の旅館に泊まり日光図書館に行って悩みすぎてで2人で部屋で日本酒いっぱい飲んでで部屋になんか露天風呂ついててでそこで酒飲ん でそのまま2人とも酔っ払って寝て終わったっていう何も意味なかったけど作戦会議しに行って何もせずに帰った。うん、まあでもそうやってホテル泊まるのは悪いことではないと思うんでね。失敗したけどね、うん、俺もそれといえば挑んだということだからね。そう、一人作戦だけに挑んだというのがもう全身やから。で俺も山の上ホテル泊まった時に結局整えようみたいな、まずちょっとでみんななんかこうなんていうかな、おじいちゃんおばあちゃんとかさ、ちょっと定年退職後のおじいちゃんおばあちゃんとかファミリーとか、うん、結構若い人少なかったです。少ないホテル、ね、確かに和風の旅館やから。そうそう。で、なんか、かつてのなんか、文豪が愛した旅館みたいなコンセプトやんか。そうそうそう。森外とかが結構、うん。そこで執筆してたりとかね。そうそう。だから、整えよう思って、飯食いに行こう思って、なんか中華料理フルコース頼んで、2万ぐらいする。それむっちゃくて、むちゃむちゃ腹起きなって、そのまま寝て終わったっていう。寝て終わったから、やばいってなって、もう一泊しますって言って、連泊した。延長したんや。そう、延長した。意味なかった。それも金の無駄でしたっていう。うん、そうね。でもナイストライ。ありがとう。ということから始めてみてください。そう。山の上ホテル行くとか、温泉旅館、まあ、栃木のね、日光東照宮見に行ってとかね。そうそうそう。ね、箱根に普通に行ってみたりとかでね。そうそうそう。あと、あれやわ、これだけで終わるとあれやから、もうちょっとプラスアルファ言っとくと、うん、上発信とか特にそうやねんけど、そう、今言ったような、
ことを考えるっていうことがコンセプト作りであってさ、それが本当の働き方とかさ、っていうようなところであって、で、それが見つかったってなっても、その、さっき言ったけど、結局世の中のためにならんかったら稼げへんわけで。はいはいはい、で自分の中で見つかっただけ。そうそう、見つかったとしても現実は何も起こらんわけで、そうすると今度、その、それをちゃんと付加価値に変換しなきゃいけなくて、その、さっき言ったお客さんとか、まあ、ターゲット層の人とかさ、その相手にとっての、世の中にとっての価値に変換しなきゃいけなくて、認めてもらわなきゃいけなくて、で、その価値に変える力っていうのがビジネス力ですよっていう。確かに確かに。うん、それだから簡単に実践できるあれとしては、一、うん、人で見つかったんやったら、なんか身近な人、うん、お客さんがおるんやったらお客さんとか、読者の人とかに話してみるっていうね。そう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 。で、話すときも結局、マーケットインの視点で、自分がこれやりたいから、これ伝えたいからじゃなくて、ちゃんと相手の視点でね、視点をちゃんと、基本的にだからそういうさ、も、あの話するけどさ、その、なんていうかな、なんか悩んでたりするとさ、大体さ、あの、逆やったっていうことが多いやん。根本原因がさ、あ、それ自分逆のことしてたから、つまずいてたんや、みたいな気づくことあるやん。だから結局自分視点じゃなくて、その相手視点で立たなきゃいけないですよとか、その自分が何やりたいかじゃなくてビジネスの視点でやらなきゃいけないんですよとかさ。だからその自分がその、なんていうかな、得済みできるというかさ、貢献できるというか、役に立てるって思うことを見つけるだけじゃなくて、そっからそれを、その、それを価値に変えるっていう意味で、それを実装する。ビジネス用に変化。そうそうそう。実現化する力っていうのを、価値に変える力っていうのがビジネス力っていう風に捉えて、で、それがだからマーケティングやったりとか、人を集める力、物を売る力であって、っていう風に捉える。で、ビジネス力をちゃんとつけてくださいってことね。うん。で、そのビジネス力もね、このはみ出しで学べるんでね。あ、そうね。まだ喋ってないけど、あんまり。具体的なビジネスとかに関しては。まあ学べること間違いなしなんで、今後。うん、これからまた多分喋っていくと思うんでね。うん。だから、その、そういう社会に上手に自分が提供できる機能とか役割を徹底に考え抜くことと、で、それじゃまだ半分で、それを今度、その、相手にとっての価値、付加価値に変換する力としてのビジネス力ね。実際的な能力っていうのをしっかりこう鍛えて高めていくっていう二つっていうのが。そう。で、この二つの第一ステップとして、温泉に行くと。あ、そうね。いうことで。そう。うん。その三ステップを踏んでもらいさえすれば、誰でも、おばあちゃんでも、小学生でも、スマホ一台で儲かるよってことです。儲かりましたね。温泉旅館が儲かりましたと。というわけで、我々はみだちとしては、そういう温泉旅館に対しての貢献っていうのができたと。うん。そういうことで。一番貢献したいところだったんでね。うん。よかったです。考え抜いた結果ね。それ実現できてよかった。はい。そんな感じ。はい。ありがとうございました。